よ、ご苦労だ。今回は今まで以上に吸収したぜ。新しい俺の左腕アガートラムもどういう仕組みかはわからないが、感触まで伝わるし、完全に自分の肉体の一部になって、本当にありがたいお宝だったぜ。ああそうそう、ドライアドさんの件、みんな誤解してないだろうな。決して俺は欲望のままに行動したわけじゃない。この森の有益な情報を教えてもらうためだ。例えばバラーラダという無数のトゲの生えた木は、トゲの先端から生物を麻痺させる樹液を分泌し、獲物が弱ったところで栗みたいなトゲトゲした実を飛ばして殺害する。あと近づいた動物に襲いかかるモーベセルマンとか、やばい植物が結構あるから気をつけろとか教えてもらってたわけだ。本当だぜ。ああけどドライアドさん、よかったな。とは言ってもゴブミちゃんたちに怒られて詫びを入れたりもしたけど、それはそれとして、また次回な。